今日の奈良県内は厳しい冷え込みになりましたが、この時期ならではの彩りを探しました。一年を通して花の寺として知られる桜井市の長谷寺、境内に彩りを添えているのは藁の菰に守られた寒咲きの牡丹です。仁王門をくぐり本堂へと続く上り廊の脇に植えられており、愛らしい姿が訪れた参拝者を楽しませています。寒咲きの牡丹は毎年2月14日に行われる伝統行事だだおしの頃まで楽しめるということです。また県営うまみ丘陵公園では寅年にちなんだ花が植えられています。冬から春まで咲くビオラのタイガーアイです。タイガーアイは県内のボランティア団体やグループが植え付けなどを行っている県民共同花壇で栽培されています。虎柄の花びらが珍しいタイガーアイ、春の連休頃まで花を咲かせるということです。